皆さんこんにちは。22歳からサッカーを始めてプロを目指すヒカルです。今回はコラボということで、ちょっと紹介がむずいんだけど、とにかくサッカー選手のゆうきくんにいろいろお話を伺っていきます。ゆうきくんです。どうも皆さん、水島ゆうきの挑戦チャンネルっていう名前でサッカーやってる、水島ゆうきです。よろしくお願いします。ゆうきくんのサッカー経歴をいろいろ聞いていきたいなと思って、はい、分かりました。経歴から話すと、そうですね、僕が小学校4年生からサッカー始めて、中学高校大人まで同じチームでやってて、そう、フットワーククラブっていう、まあ、今町クラブなんですけど、そこで大人までやってて、でそこからフットワーククラブは神奈川ですか。そうです、神奈川のフットワーククラブってところでやってて、ジュニアユース、ユース、トップ。なんでその部活とかではなくそういうところでやってますか。それがよくぞ聞いてくれました。自分もともとキーパーだったんですよ。そうっす。だからそう、光くんとちょっとなんか似てはないですけど、なんか境遇同じかなと思ってて、僕高校2年生までキーパーだったんですよ。そっからフィールド始めてるんですよ。で待って、そっち系のチャンネルでいいんじゃない。なんかキーパーからフィールドプロを目指す的な、なんかちょっと言葉がむずいけど。確かにそうですね。あの、それは思ったんですけど、始めてから結構最初伸び良かったんで、なんかもう言いづらくなっちゃってます。ちょっとずつは TikTok とかでは上げてるんですけど、キーパーずっとやってて、中学の時もフィールドやりたいなと思ってたんですよ。だけど自分フィールド始めたばっかだし、自分のたちの部活の代強かったんですよ。町クラブの方はちょっとレベルが劣ってたっていうか、でじゃあそこでフィールドやろうと、最初小学校とか。けどなんだかんだビビって町クラブのセレクションをキーパーで受けちゃって、でキーパーで受かって、人数いないんで受かるんですよ。一応セレクションって形があったんですけど、で受かって、そこからでキーパーって結構こう何人もいるポジションじゃないじゃないですか。だから一人しかいなくて、もうずっとなーなーでなーなーで続けちゃって、で高校2年生までキーパーずっとやってました。ちょっと一個聞きたいことがあって、そのビビった結果キーパー受けるっていうのは、小学生あるあるか分かんないんですけど、キーパーはなんか人気ないんですか。いや、キーパーは人気なくはないんですけど、自分の時は人気ないっていうよりは自分がやりたくないと思ってたんですよ。もうサッカーは好きだけどキーパーやりたくないけど、部活に入るのがすごい嫌だな、出れないとか試合っていうのがあったりとかあったと思うんで、やめたんですよ。でどうにか入りたいと、町クラブの方に。まあ、自分が下手なのも分かってたから、とりあえず入ろうと。チームに入ってから、まあ、最悪転校できるでしょ、フィールドにって。で入ったら全然転校できなくて、キーパーの方が入るの簡単そうな。キーパーの方が上手だったんで、フィールドよりは。で、キーパーで入って、そこから高校2年生まで、まあ、なあなあにやってしまって、キーパーを。高校2年生になるタイミングの時に初めて、多分初めて自分と向き合って、今までなあなあでサッカーやってきたな、今このままで本当にいいのかな。いや、俺はやっぱりサッカー好きだし、それこそプロになりたいから。でプロになった時に、もう自分がじゃあキーパーでプロになった時に自分に満足するかと思った時に、満足しないなと、よしキーパーやめようと思って、で監督の家にわざわざ自転車で行って、キーパーやめたいですって、そしたらキーパーやめさせてくれて。ただキーパーやめた当初はやばかったですね。チームメイト、特に先輩ですね、先輩の代キーパーいなくて、めちゃくちゃいろいろ言われました。キーパーやれよ、やだっつって、フィールドやれっつって。でそこでなんとかそこを切り抜けてフィールドになって、で高校3年生自分の代ずっとセンターバックやってたんですよ。でまあ思ったような結果も出せず、でそのままトップチーム、当時めっちゃ強かったんですよ。神奈川の県一部とかでいて、入れ替え戦あるじゃないですか、関東の。そういうのも行ってたんですよ。エスペランサとかと対等ぐらいでやってたんですよ。でそれの、まあ、高校で高卒で上がって、まあ、ベンチ入ったり入んなかったりみたいな感じでやってて、そのまま月日が流れて2年ぐらいいたんですかね、そのチームで。結局あんま出れなくて、でも、まあ、自分は変だし他のチームだったらやれるって言ってたんですよ。その時はこの環境じゃなくて違うチームだったら俺はいけると。そこで一心決意して関東リーグに挑戦したんですよ。で練習参加したら意外と手応えあって、で行って、それは何ていうチーム。神奈川共栄 SC、 今神奈川県一部なんですけど、関東にいる時に行ったんですよ。でそこで1年在籍して、それは先生じゃなくても入れるんです。入れるんです。昔は教員だけだったんですけど、
人がやっぱ教員だけだといなくて、じゃあ外部からも募集しようってなって、そのタイミングで自分も行って、でしたらまあ見事入ることができたので、よっしゃここから俺の第二のサッカー人生スタートやと思って、まあ入ったはいいものの、ずっとベンチで、ベンチは入れるけど、試合には出れないっていう一年を過ごして、サッカーやめようかなって一瞬思った時期もあったんですけど、まあ自分の知り合いから紹介してもらって、でその時にたまたま SC 相模原のセカンドチームが発足して、来てくれないって言われて行った感じです。それはなんて名前ですか？ SC 相模原セカンドっていう、まあ位置づけはぶっちゃけどうか今は分かんないですけど、当時はなんかまあ SC 相模原の J3 のセカンドチームみたいな、まあ、YS のセカンドみたいな感じです。でこれからやっていくみたいな、でプロを輩出するみたいな。でそこで自分が SC 相模原セカンドに入って1年やって、でそのタイミングでなくなっちゃったんですよ、チームが。そのタイミングで J2 上がったんですよ、 SC 相模原が。でなんかそれ何年前のことですか？ 4年前4年前か5年前ぐらいです。で SC 相模原なくなって、そこからもうちょっと上のカテゴリー挑戦したいなと思って、九州リーグ の一部のチームに移籍して、そこで1年やりました。ベンチなのになんで上にどんどん行こうとするんですか？あ、SC 相模原の時は出れてたんですよ、結構。あ、出れてた。そうっす。神奈川教育 SC の時が全然出れてなくて、で、SC 相模原のセカンド行って、出れるようになって、で、監督もまあ、割といい人だったんで、こう、なんか自分が伸びてるなって感じがすごいして、ちょうど22、23歳ぐらいですかね。時に、で、自信も結構持ってたんですよ。さらに上チャレンジしようって、チャレンジして、練習参加めっちゃ行ったんですよ。地域リーグのチームを中心に。まあ、JFL の1個下なんすかね。いろいろ行って、で、合格っていうか、その、入団許可もらえたのが九州のチームで。で、九州のチーム行って、で、そこで、まあ、約1シーズン過ごして、そのタイミングでちょうどコロナが爆流行りして、まあ、コロナでいろいろあって、で、帰ってきて、こっち神奈川。ちょっと質問していいですか？仕事は何してんのかな？その高卒で、なんだっけ、そのチーム上がったんとか。そこからは大学とか行ってない。行ってないです。ずっとフリーターでした。サッカーめっちゃ上手くなりてえと思って。トップチームの当時の監督が、そのアルゼンチンにつながりがあって、アルゼンチンに行くためにお金を貯めるっていう名目でフリーターやってました。でそこで2年間やって、フットワーククラブ。そこでお金が全然たまんなくて、1年間で250万必要って言われて、生活費とトライアウト費、まあ、正直舐めてたんで、お金の部分に関しては、あ、いけると思ってたんですよ、実家暮らしだし。でも思った以上に2年全然たまんなくて、100万ぐらいしかたまんなくて、ちょっとこれきついなと思って、でそのタイミングでそのチームをやりました。話がごちゃごちゃになっちゃうんですよ。まずちょっと経歴だけ話した方がいいのかなと思って、話を。そうっす、約ワンシーズンいて、で帰ってきて神奈川県の当時2部ですかね、あ、そう、それこそフットワーククラブに1回戻ったんですよ。1部から2部合格しちゃって、2部のチームで、でそこでワンシーズンちょっとやって降格しちゃって、でそのタイミングで結構みんな辞めちゃって、じゃあ自分もちょっと移籍先探そうってなって、県2部の、まあ、ムツーラウシーっていうところに入って、4ヶ月ぐらいやってて、で1年このチームでやろうと思ったんですけど、まあ、なんかちょっと違和感抱えながらやってたんですよ。と練習あるけど、まあ、なんか社会人チームだなみたいな。上手い人たちはいるけど、なんかそんな本気で J リーグ目指してないじゃないですけど、チームとしては。まあでもレベル高いし、まあ、今は自分の技術を磨こうと思ってやったんですよ。でそんな時に僕の知り合いが、江ノ島 FC っていう本格的に J リーグを目指してるチームがありますと、今年から再起を図ってやりたいから一緒にやってくれないかって言われて、あ、J リーグ目指してるチーム面白そうだな、やりたい、やろうってなって江ノ島 FC に移籍しました。で江ノ島 FC で1年やって、で今年はちょっと違うチームに行こうかなという形です。経歴だけで言うとそんな感じですね。エピソードは結構その間に結構あるんですけど、仕事は変わらずフリーターなんですか？今は違います。あ、YouTube あとスポンサー系のなんかちゃんと説明させていただくと、仕事は、18歳から23歳まではフリーターでした。で23歳の時に1回正社員になって、
正社員やりながら SC 相模原セカンドでサッカーやってて、移籍のタイミングで仕事辞めて九州行って、九州では一応一番自分の中ではカテゴリー、その経歴としては上だったんですけど、一応正社員で働きながら九州リーグで戦ってました。九州リーグでは何か待遇はあったんですか？一応スポンサーの斡旋で仕事は紹介とかありましたけど、自分はスポンサーの斡旋をもらわずに違うところで自分で自ら探して就職先を選びました。九州リーグはなんかちょっとお給料もらえたりとか？あ、もらいました、はい、もらお給料っていうんですかね、お小遣い程度ですけど、勝利給は出てました。だからベンチに入って勝ったら勝利給もらえるみたいな。あとは九州リーグでも出場時間ゼロでベンチに入るだけみたいな。家とかご飯ちょっと出たりとかなかったです。九州のチーム正社員で働きながらサッカーやって、こっち戻ってきて正社員で働きながら今サッカーやってるっていう形です。今何の仕事をされてるんですか？介護してます。介護職してます。結構なんか忙しそうじゃないですか？そうですね、まあ、ただ自分はもう、まあ、振り切っちゃってるんで、あのサッカーやりたいから帰りますっつって帰ってます途中で、はい、もちろん社会人なんで仕事もちゃんとやんなきゃいけないと思ってるんで、まあでも変な話自分のやり方次第だなと思ってます。めちゃくちゃ仕事ができたら自分がわがまま言ってもそれでも残ってくれって言われると思うんで、最初の1年くらいは今の職場ですけどめっちゃ頑張りました。仕事、まあ、サッカーもやりながら頑張って認めさせました、俺が本気でサッカーやってるんだぞっていう。で自分でそういういい環境を仕事の話で言ったら自分で作り上げました。そしたら今はもう練習も試合もあったら休ませてくれるし早く帰らせてくれるしって感じです。本当は今日も祝日なんですけどやってるんですよ、あの自分の営業所は。けど祝日サッカーとかそういう自分の時間使いたいからっつって休みをもらってます。いや、わざわざありがとうございます。はい、すいません、あの経歴だけ言ったらこんな感じです。ソサイチやってるんですよ。やってます。しかも代表で。やってます。あ、待って、しかもなんかソサイチの日本代表なんですか？あ、そうっす。あ、なんかそういう話もいきますか。チームではないんですけど、まあ、一応自分ソサイチのチームとか代表やってるんですけど、まあ、そのきっかけがあって、もともとアルゼンチンに行くためにお金を貯めながらサッカーやってたんですけど、お金がうまく貯まらなくて、いやこれきついなと思って、けど海外行きたい、海外行きたいし海外のプロになりたいと思ってたんですよ。で当時ソサイチっていうその7人制サッカーがあんまり普及してなかったんですよ。でそんな中、そういうソサイチの日本選抜っていうその一般の応募で選ばれたセレクションで合格したら海外に短期間遠征行けますよみたいな、その海外の短期間で遠征に行った選手の中からプロ選手生まれてますよみたいな広告だったんですよ。何それと思って、7人制サッカーは知らないけど、でもプロになれるんだったら何でもいいやと思って、しかも1週間30万お100万あるから3回行けるわと思って、で行ったんですよ。1回目がスペインに行って日本国内でセレクションやって、イーストとウエストでセレクションやって、関東の方で僕は受かって選抜チームで海外の国際試合に、国際大会かに参加したっていう感じです。でそこで絶対プロってかスカウトの目に留まってやるっていう意気込みでやったんですけど、まあ、その大会はダメでした。翌年にもそういった機会があって次はタイだったんですよ。これも行こうと、チャンスだ行こうと、でセレクション無事合格してタイの国際試合に参加して、そこでもう、まあ、うまく結果残せなくて結局声はかかんなくて、いやまだいけるまだやりたいと思って翌年イタリア遠征があったんですよ。でそのイタリア遠征にまたセレクション行って合格して、でイタリアの7人制サッカーの国際大会に行ったって感じです。なんかちょっとややこしくて選抜と代表があるんですよ。っていうのも選抜があった時は日本代表がなかったんですよ。そもそもそのソサイチリーグっていうのがあんまり発足してなくて、リーグからそう選抜できるような体制じゃなかったんですよ。今は日本代表っていう、こう一つにまとまってリーグからその選抜で選ぶみたいな形になって、で僕が行ったのは日本選抜っていうので、現在進行してるのは日本代表です、まあ、あくまでソサイチは自分がサッカー選手でプロになるためのまあ、ツールって言ったらですけど、まあ、手段でしかなかったんで、その時は3回チャレンジしてあいけなかったと思って、であれちょっと待ってよと思って、まあ俺今上を目指してサッカーやってるけど、ソサイチっていう競技もサッカーに活かせるなと思って、例えば細かい技術とか、そういう狭いんで、そういう例えばプレッシャーが早いんで、その分そういうかわす技術だったりとか、ディフェンス能力も1対1が多いんでつくし、えめちゃくちゃいいじゃんと思って、ソサイチ面白いと思って、
サッカーやりながらまずは県民でソサイチやろうと思って、いろんなチームじゃないですけど自分のチームじゃなくて元々あるチームにこう普通に所属してたんですよ。でそれが3年ぐらい所属して、それと同時にサッカーももちろんずっとやってたんですよ。その神奈川京 ESC FC 相模原セカンドにいる間に県人でソサイチやってたみたいな感じの活動。かぶりません、かぶったらサッカー行ってました。そのレベルだったんですよまだソサイチ当時は。九州から帰ってきた時に、まあ、もちろんまだ上を目指したい、上を目指すサッカーやりたいけど、まあ、年齢もあるし生きていく上で食っていかなきゃいけないなと思って、でもじゃあ俺に何ができるんだろうと思った時に、セカンドキャリアを考えた時にやっぱこうチーム作っていろいろなんか発展させていきたいなと、まあ、それはそのグランド作るなのかチームをプロ化しちゃうのか、まあいろいろあると思うんですけど、まあ、そこはちょっと今試行錯誤中なんですけど、まあ、まずはサッカーやりながらソサイチのチームって作れるなと思って、まあ、ちょっと若干セカンドキャリアも考えながら自分がサッカー本気でやれる環境ってなんだろうって考えた時に、まあ、ソサイチのチームをちょっと経験としても作ってみようかなで作って、今もサッカーとソサイチを並行してやってる感じです。江ノ島 FC とソサイチの両立はどうしてたんですか？あ、両立できてました。自分が代表なんで自分の思うように言って入れられるんですよ。だから江ノ島 FC がない時に入れてました、まあ、自分からしたらトレーニング量増えるしめっちゃいいな。でソサイチも近年レベル上がってきてるんで、なんか元 J リーガーとかそういう人たちも結構いっぱいいるんで、まあいろんな意見あるんですけど、そんな両方やって中途半端なとかありますけど、いやけどぶっちゃけレベルアップするにはめちゃくちゃいいじゃんと思ってプラスに捉えながらソサイチの運営してます。で運営するとやっぱりこういろんな部分が見えるじゃないですか。チームこういう時はこうなっちゃうんだなとかっていうのがめちゃくちゃサッカーに生きてて、でやっぱり勝てるチームと負けるチーム、例えばめちゃくちゃメンバー揃ってるのに負けるチーム見てきたし、逆に技術では劣ってるけどチーム力が高いから勝ち上がるチームもあるので、いろんなのチームがあるんだなって勉強できて、じゃあその中に自分がどういうプレーをしなきゃいけないのかっていう、そういう自分のプレーの選択の幅も広がったんで、ソサイチのチーム作ることによって。もちろん大変だったですけど最初作った時とか、今はめちゃくちゃ良かったなと思って、まあ今はサッカーとソサイチをうまく兼任しながらやってます、まあ、自分が代表だからこそできるってのもあります、はい、主にサッカーは優先しちゃってますね、はい。どんなスケジュール感でトレーニングしてたんですか？江ノ島 FC はどれくらい？週3か4でしたね。平日週2練習で週末試合、土日どっちかっていう感じです。少なかったんですよ。その合間にソサイチを週1、2とかで。そう、週1、2で、で約週5は動いてました、ね、それプラスアルファジム行ったりとかって感じですかね。結構ハードですよ、ね、けど慣れましたそれが変な話、本当にやりたいことだから、まあ、自分は続いてるなって感じです。プロになるっていう面で言うと、俺の意見でしかないんですけど、日本でなるのは俺きついなと思って海外行くんですけど、ゆうき君はそこはどう思ってますか？そう、そこがちょっと今、まあ、ブレてるわけじゃないんですけど、海外で、まあ、行く勇気がないんでしょうねきっと、はい、なんか結構こうセカンドキャリアもちょっと考えつつ、自分もこう選手としてもまだ頑張りたいみたいな、初公開です。